はい、どうも大丸です。はい、トーマススイッチ100日達成することができました。はい、ということで見てくれた皆さんありがとうございました。はい、でまあ100日やった感想なんですけど、まず最初の3週間ぐらいはすごいしんどくて、まあ何がしんどいかって言ったら、まずその仕事との両立がまず難しかったですね。僕交代番やってるので、まあ、仕事前とかにやらないといけない、まあ、練習やらないといけない、まあ、習慣があったりして、はい。それがまず最初、時間作るのがすごい難しかったですね。はい。でも、できるだけその時間、まあ、練習できる場所だったりとか、探しながら、はい、やったりしてましたね。はい。で、まあ、3週間ぐらい経てば、まあ、だいぶ楽には、慣れてきて、もうその習慣づいて、慣れてきた感はあったんですけどね。はい。なので、まあ、最初の3週間さえ乗り切れば、まあ、多分、習慣化されていくんじゃないかなって思ってます。はい。で、まあ、その仕事との両立以外にもね、まあ、結構辛いことあったりして、まあ、その手首にすごい、やっぱりね、トーマスは負担がかかるので、はい。まあ、で、手首痛くなったりもした時あったんで、そういうのがまず、最初は辛かったかなって思いました。まあそういうちょっと手首なんか痛いなって思ったら、もうすぐに練習やめたりして、対応してました。で、まあ次の日も痛いなって時は、まあ軽めの練習にして、まあ筋トレだったりとかするようにしてましたね。まあ多分最初の方、なんかそういうの多分まあ動画に入ってるんじゃないかなと思うんですけど、多分最初の2週間目ぐらい、10日ぐらい練習続けてやったら、やっぱりね、負担が、手首の負担が大きいんでね、それでちょっと手首痛めた時は、まあありましたね。まあでもそれ乗り越えたらなんか、もう手首痛めることもなくなって、はい。まあスムーズに練習できたかなって感じですね。はい。まあ、で、逆トーマス、まあやったりしてて、思ったことというか、まあ発見、いろいろとね、発見できたこともあるのでね。はい。そういった、まあ、また、新しい発見もあったんで、また、そういったことを踏まえて、ちょっとね、まあ、新しくちょっとトーマス講座などもね、ちょっと出していきたいなって思いました。はい。でも、まあ、まず、そうですね。まあ、僕、スイッチの練習して、まあ、最初にトーマススイッチできたのが多分30日ぐらい、練習したぐらいで、確かできたはずですね。はい。で、それからまあちょっと逆トーマス、まあそんなに逆トーマスはうまくはなかったんですけど、まあその3、スイッチできるようになって、まずそのスイッチの練習ひたすらしたりとか、やって、あと、まあ軸のトーマスはまあ普通にできるんですけど、もうスイッチの練習だったり、まあ、するにあたって、まあ、やっぱりその逆もしっかりトーマスできないなと思ったんで、はい、逆のトーマスをメインに、まあ、やるような練習するようにして、はい、まあ、回数をどんどん増やしてったって感じですね。はい。まあ、でも大体、毎、1日スイッチの練習は多分30分から1時間ぐらいはやってましたね。まあ、もう本当に時間ない時とか、まあ、仕事前、に、練習しないといけない日とかもあったんで、まあ、そういう日はもう、とりあえずスイッチの練習だけしようみたいな感じで、練習場所に行って30分だけやるみたいな日もありましたね。はい。まあ、そういう日はもう、まあ、とにかく詰めて詰めて、時間見ながら、時間に余裕がないので、まあ、そういう時間の中でちゃんとした練習、考えながらやったりしてましたね。はい。まあ、最初、そうですね。まあ、最初の一週間じゃない、三週間、まあ、20日ぐらいですかね。20日ぐらい超えたらもう、まあ、だいぶ慣れてきて、まあ、もう練習も毎日できるようになったって感じですね。まあ、たまにちょっとね、まあ、寝起きで、まあ、体全然動かないやった時もあったんですけど、はい。あと場所、家とかでもやってたりしてたんですけど、まあ、最初の頃は家でやると、全然、トーマス回せないみたいな。結構自分の家は、床沈みやすいので、はい。ちょっとね、場所によってやっぱり、やりにくい
場所とかもあったんですけど、まあ、まあ、やっていくうちには、まあ、だいぶ慣れてきて、まあ、後半、まあ、50日超えたあたりだったかな、60日ぐらいかな。今もう家でも全然逆のトーマス回せるようになったりしてたんで、はい。まあ、結局は慣れなのかなって思いましたね。はい。なんで、ね、どんな環境でもできるようになれば、最強になれるんじゃないかと思います。はい。まあ、そうですね。まあ、とりあえず、スイッチできるようになってからは、あとは形をちょっとずつ直していったって感じですね。はい。まあ、でも、まだ、100日経ったんですけど、まだちょっとね、やっぱり納得いく形にはなってないんで、はい。まだこれからもね、ちょっとずつ、練習して、スイッチの練習、逆トーマスの練習とか、逆ウィンドの練習だったりして、もうちょっと形綺麗にしていきたいなって思います。はい。あとは、そうですね、体力的にはね、全然ついてないっていうか、まあ、単発練習ばっかりしてたので、逆トーマスして、軸のトーマスに戻して、また戻してみたいな、それぐらいの練習しかしてなくてね、はい。体力はそんなについてないので、まあそういうところ慣らしていって、はい。形が崩れないように、またね、練習していけたらいいなって思います。はい。まあ、そうですね。あとは、そう、形を直せたらいいなって思いますね。はい。僕は逆のトーマスから、まあ、左が逆なんですけど、逆トーマス、左トーマスから右に戻すときは、まあ、僕、チェア刺さないと、軸に戻せてなかったので、まあ、そこがちょっとね、やっぱり、まだ弱いかなって思うので、はい。そちら、まあ、もうちょっと逆のトーマスを練習して、この、後ろでこうクロスする感じ、万字の形作って、右のトーマスに戻せるようには最終的にはしたいかなって思いました。はい。で、右のトーマスから左に行くときは、まあ、万字っていうか、この交差した形から戻せるんですけど、あ、左から右に行くときはそれができないので、はい、そこを、まあ、ちょっとね、直せたらいいなって思いました。はい。まあ、これからも練習頑張るんでね、まあ、動画の更新だったりも、はい、していくので、また、ご視聴の方よろしくお願いします。また今回のそうですね、100日通して練習、100日の練習通して、トーマスでまたね、気づいたことだったりあったので、また新しくトーマスの講座あげようと思うので、そちらの視聴もよろしくお願いします。はい、それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。